アーガスはイギリス海軍補助艦隊が運用する航空支援艦。公式の艦種は収益当初は航空練習艦とされており、2009年に小病兵収容艦に変更された。なお艦名はギリシア神話のアルゴスの英語表記、読みである。本艦はもともとイタリアの CNR ブレダ社で建造されて C コンテナ社によって運航されていたろう、ローコンテナ船。 コンテンダーベザントを前身とする。フォークランド紛争を受けて、1982年5月より、イギリス政府によってチャーターされており、紛争中は航空機輸送船として使用されていた。一方、フォークランド紛争でヘリコプター母艦の必要性を痛感した、イギリス海軍は、当時アメリカで開発されていたコンテナ化航空、運用システムであるアラパホシステムに着目。 1982年に同システムの借用契約を締結し、コンテナ船、アストロノーマーにこれを搭載して、1983年11月より航空支援艦、リライアントとして最終駅させていた。同艦はレバノン内戦の激化に伴い派遣されていた多国籍軍の支援任務に参加して、1984年2月にはレバノン中流英軍や、 民間人、外交官の撤収などに活躍した。同艦のシステムはあくまで米海軍からの借用品であり、最終的には返却することになっていたが、この種の民間船改造の航空支援艦の有用性は認められていた。このことから1984年3月2日、イギリス海軍はコンテンダーベザントを1800万ポンドで購入。 アーガスと解明して、さらに4500万ポンドをかけて、航空支援艦として改造することとした。これは、インビンシブル級航空母艦の建造費用の17%であった。改造工事は、ハーランド・ンド・ウルフ社で行われた。改造にあたっては、当然、航空運用能力の付与に最も意が払われた。コンテンダー・ベザント時代には、 船小部両原に左右に分かれて立っていた2本の煙突は右舷側の1本にまとめられ、またガントリークレーンも撤去された。これによって完備乾板には長さ113.52メートル幅28メートルという広大なヘリコプター乾板が確保された。ただし蒸気の煙突による乱流のためヘリコプター乾板上の飛行が妨げられることもあった。 またコンテナ船時代と比べると搭載量が少ない状態で航行することになり、喫水が浅くなって復元性が低下することが懸念されたことから、ヘリコプター甲板の補強も兼ねて、完備甲板の内ハッチカバーであった部分には1.9メートル圧のコンクリートと鉄板が敷き詰められている。同様の目的から全部上部構造物も拡大された。 また原用タンクによる安定化装置も導入された。3層あった、車両甲板は1層のハンガーに改造された。ハンガーは4つの区画に区分されており、C ハリア8機と C キング3機を収容することができる。ヘリコプター甲板との間は、チューブ下よりと煙突左側に新設されたエレベーターによって連絡されている。このうち1機は、 傷病者移送用としても用いられる。また本館は、病院船としての機能も重視して改造されており、当初は100床の病床を備えていた。その後、2001年の改修で手術室4室、集中治療室20床、一般病床90床に増強された。なお、アーガスとして改造されるのに伴って、水密区画が強化されたほか、2003年の 中東展開に先立って、クブラン対策も強化された。また2013年には、フィリップス社製の64列マルチスライスコンピュータ、断層撮影装置を搭載したが、これは64列、MDCT を白菜化した初の例であった。公式には、ヘリコプターの発着訓練に用いられていた、ディ議員の後継官とされていた。 1987年10月28日に仮受領、1988年3月3日に受領され、同年6月1日に引き渡されたが、1989年7月17日から10月3日にかけての改修までは、海上公務が続けられていた。陸上部隊の支援に用いられることが多く、湾岸戦争や、ボスニアやペルシア湾などに派遣され、 海上の航空基地としての運用が目立つ。また2014年には、その医療設備や航空機、物資搭載能力を活かして、西アフリカでのエボラ出血熱流行に対する人道援助任務を行うため、シエラレオネに派遣されている。ありがとうございます。